三つの世界論、英語、スリーワールズセオリーは、中国共産党の指導者、毛沢東が1974年から展開した、三つの異なる政治経済的世界から、国際関係が構成されている、とする見方。この枠組みにおいて、第一世界とは超大国である、当時の米ソ両国のことであり、第二世界は超大国のいずれかと同盟する、諸国、第三世界は、 非同盟諸国を指していた。毛沢東はアメリカ合衆国とソビート連邦を共に第一世界に入れていた。1974年、当時国務院常務副総理だった東昌平は国際連合における演説の中で3つの世界論を説明し、第一世界にあたる米諸長大国を帝国主義的派遣を求めていると批判し、中華人民共和国が 1970年代から1980年代にかけてアジア、ラテンアメリカ、アフリカの反響的な右派の発展途上国の政権とも国交をもって協力関係も築いた論拠を示した。毛沢東が展開した3つの世界理論は西側における類似の理論3つの世界モデルとは異なるものであった。西側の理論では第一世界はアメリカ合衆国と その同盟諸国、第二世界はソビエト連邦とその同盟諸国であり、第三世界は非同盟中立諸国であった。西側の理論において中国は第三世界ではなく第二世界に分類された。三つの世界論は、それまで社会主義陣営内でソビエト連邦と対立し、中国共産党と連携していた一部の反。 中世主義的政治勢力や政治組織を幻滅させることになった。特にアルバニアではエンベル・ホッチャの率いたアルバニア労働党が3つの世界論とソビエト連邦共産党の立場の両方に反対するイデオロギー的立場に立つようになった。1976年にホッチャは毛沢東の葬儀に出席するも後継者のか国法と 東商兵らがさらに三つの世界論に基づいた外交を展開したことに対して中国を第三世界の超大国にさせることを企んでると、ホッチャは非難した。このため、それまで共同歩調をとっていた中国とアルバニア両国の共産党はも元を分かつに至った。三つの世界論は、1982年9月開催の中国共産党、 第12回大会で説明なく取り消された。これ以後、中国共産党、中国政府の見解に3つの世界異論は現れず、ソ連東欧の共産党、労働者党を中世主義と呼ぶこともなくなった。中共12回大会以後、中国は次第にソ連東欧社会主義国と国家関係を正常化していったが、 1980年、モスクワオリンピックをボイコットして、新米諸国と共に、リバティベルクラシックと1984年、ロサンゼルスオリンピックに参加するなど西側寄りであり、ソ連との完全な関係正常化は1989年5月のゴルバチョフ法中までかかった。ありがとうございます。